ちょっとね、なんていうんですかね、クレームが来たんですよ、はい、僕の麻婆豆腐、はい、YouTube 上げてるじゃないですか、はい、家で作ったやつ、はい、あれに先輩からクレームが来まして、ケンコバさんなんですけど、はい、それがね、はい、急にね、はい、お前麻婆豆腐凝ってるらしいなと、はい、ミンチを使うなんて言語道断、なめんなよって急に来たんですよ、はい、お前が麻婆豆腐ハマってんのか知らんけど、はい、ほんまにうまい麻婆豆腐食うてからハマってるってちゃんと言うてくれ、はい、まず上海ママ、はい、京橋に上海ママっていう店があるから、はい、そこの麻婆豆腐食うてから、お前がほんまに美味しいもん作ってんのかどうか確認せっていうラインが急に一方的に来まして、だから今日は急なんですけど、こちら京橋駅降りて徒歩2分の上海ママさんに行こうと思っております。ケンコバさんがねやっぱりグルメじゃないですか、だからまあ言うことは間違いないなと思いながらも、僕は正直ねミンチを使わない麻婆豆腐なんて信じられないんですよ。だけどケンコバさんがわざわざこんな急にね、僕 LINE 来たら初めてなんで、ご飯行こうかっていう LINE はくださるんですけど、僕の私生活に対するこんなお叱りみたいなことは初めてだったんで、ちょっと今日行かしてもらおうかなと思いましてカメラを回しております。でこちらです、上海ママさん、行かせてもらいます、はい、どれほどのものなのか、はい、正直、はい、見させていただきたいなと、はい、どうしました、くっつけますもう寝起きたそぶそぶフルコロコ見るだよ戦争は言うからな戦争には常に備えてんねんけど俺。何と笑ってるの？ママ。上海ママ。出ました。あれ？お前こっち戦争や思ってますよ。それはお前。あの日からずっと備えてるから。東京仕事終わるたびここ来てんやん。朝一東京や。お前戦争や言うたから。言いました。うん、言いました。うん、戦争やって僕言うたんですよ。はい。そのケンコバさんの意思と僕の意思、はい、これはもう戦いですねという気持ちは伝えさせてもらいました、はい、まさかまあまあこいつですわ、麻婆豆腐にミンチ入れてる愚か者、はい、今麻婆豆腐作る？いや、さっき餃子食う餃子食うでしょ、餃子食べます、食べます、はい、じゃあ餃子、はい、餃子じゃあ3枚、はい、3枚、はい、いやこれでも正直ね、うん、ほんまに奇跡ですようん、うん、本当のこと言うと何がいや僕ほんまにこの LINE いただいて、うん、あこれはほな上海ママさん行かしてもらおうと思ったんですよ、うん、ほんでね今日、うん夕方ライブ終わって、うん1個ね撮影してきたんです1人で、うんうん、1個目撮影中にケンコバさんが今日暇みたいなすごないですか、はい、ということは何今のオープニングのやらせをもうカミングアウトしてるすみません、それはもう無理です、本当に毎日俺がここにいるなんて、はい、あれから、うん、あれから5日間、まだ5日間そんなはずないですよ、サイン見て分かったもん、あれから5日間3月25日に来てるからえ、僕に LINE くださった日、この店で LINE してたんやケンコバさんから LINE それもらって、うん、すぐ家帰ってマキさんに喋ったんですよ、うんうん、こういう LINE 来たと、ありがとうございます、すごないって言ってもう戦争やねマキさんが、うん、あ、今日なんかロケでケンコバさん京橋聞いてたらしいでっていうのをすぐ教えてもらいあ、そんな情報入ってた、なんなん知ったばっかなと思って、うん、知ったばっかやここで、その直前になんか偶然お前らのあの麻婆豆腐の動画見てて、マジっすか、そう、あの家で僕の家で作ったやつですよ、
あの幸せを押し付けるような押し付けがましい。すいません。ありがとうございます。いえいえ。すいません。ありがとうございます。いや僕マジでハマってるんですよ。これ食べたらわかるわ。あ、この店うまいわ。あ、なママさんはほんまに上海の上海とか中国もともと。本当よ。なんで偽物あるの？今年いっぱい30年。30年おんのにまだこの日本語の上達ぐらい。どういうこと？どういうことなの？全然取れてないですね。全然取れてない、ね、日本人が中国人演じる時の中国人。違うよ、初め日本来てずっと中国喋る。家家族中国人や、あと今一人や、うん、難しい言葉いらんない、うん、かわいいやろママ。かわいい、明るい。え、その時にでもほな衝撃受けたってこと？受けた。いや俺もそんなわけないよ。麻婆豆腐なんか俺ミンチがうまいんやったな。そうですよね。違う。ね。そう。ミンチは餃子に使うもんね。私ミンチ好きじゃない。ミンチね、麻婆豆腐柔らかいや。うん、ミンチ作ったね、めっちゃ硬いや。うん、それ美味しくない。あとバラ肉ね、同じ種や、柔らかい。食べほんのちょっとのね。ほんのちょっとの豚バラ。そうや。豚バラ？ほんのちょっとの豚バラ入れるだけ。ちょっとだけ肉いっぱい美味しくない。料理ね、みんな知ってない。肉いっぱいいっぱい。ダメ、ちょっとだけ入って、味ちょうどいい、美味しい。聞いたことないですよ、豚バラで。うん、別にケチてるわけじゃないですよね。そうや、そうや、美味しい大事事やね。ああ、まあでも餃子ミンチね。あ、餃子ミンチ、うん、餃子一緒に作って焼き、焼きしたコロコロ。餃子がうまい。うん、マジで。うん、え、だって健吾さん正直、麻婆豆腐ずっと食べてきたでしょ。作るしな。あ、え、そうなんですか。作る。ただお前みたいにさ、はい、その下手の横好きみたいにハオジャンを早めに使うなんてことはしなかった。この何といってもやっぱね、料理そんなにしない人間がやってるんで手際はね、そんな良くないんですよ。ただそんな手際良くない人でも重くそうまいものが作れると。下手の横好きや、あれこそ。マジっすか。顔じゃん、なんかお前最低でも4年経ってから使えん。絹と木綿どっちですか、これ気分。いや絹。うわ絹なんや。それは白子とか入れるときに一体化するから。あ、白子入れるんすね。白子入れてみる。ほんのちょっとの豚バラだけやね、肉は。いや、それはここでしょ。今までし肉いっぱいなら今までミンチ入れてたくない。まあ、餃子食べてみる。後でこうマグロビビるもん。衝撃やったんですか。衝撃全く知らなかった。大阪にいながらいた間も、うん、ここのお店知らなかった。いや俺ヤマナまだまだの時間やけど、一回劇場あったのよ。はありました。京橋関係。京橋関係。僕がデビューをしてちょっと時にちょっとだけ出させてもらいました。はい、その時飯行ってたもん。ずっとあのビルに新福祭館あったから。ありました、ありました。新福祭館行って、ドラゴンボールっていう2000円のピンサロあったからそこ行ってドラゴンボールって昼間で昼間で2000円ですか。2000円。ほんでグランシャドウ行って帰ってた。やった、いただきます。まず餃子食べよう。きれい。つべこべ言わず。うわ、この辺でニラなくなってるらしい。ママ使いすぎて。ママがタレ作ってくれてるから。手作りの、うん、慌てんの麻婆豆腐が。うまっ。すごいな、ニラスケスケ。うまっ。うまっ。うまっ。な、こんだけニラ効かされた今日免税して行ったら嫌われる。ママのせいで行かないわけ。これうまっ。何このジューシーさ。な、ニンニクの強さと。え、入ってないの？ニラ。ニラや、ニンニク入ってる、同じ味や。なあ、なんでも入れたよ。まだ違うや、美味しくないね。引き算やね。
そう、ニナニナアジア、ニニも入ったら何アジア。まあまあ引き算入ってないって分かってました。分かってたよ。ほんま、うん、もう邪魔ないですか。うまい、めっちゃうまいよ。うまい、確かにニンニクって言うの分かりますけど、うそー、パンチ力がね、うまこれ、めっちゃうまいよな。うるせえ、すいません。違う、絶対外でしょ、絶対外でしょ。あんまないでしょ、中が言われるって。パンチやったら世界取れるやつは、ニラが世界取ったからな、これ。え、うん、まな、これ分かったよ、麻婆豆腐食わんと買えるぞ。無理、絶対ダメ。無理ですって。それはまずちゃいます、話しちゃいますよ。ねえ、まあ、食べんと買えるのか、これでもママの腕前分かってたよ。え、1位かも、餃子。そうや、はい。俺も恥ずかしながら今まで王将や言ってたんけど。めっちゃうまい、めちゃめちゃうまい、餃子の王将。そうな、俺も日本全国の餃子食いまくって、結局王将やな言ってたんけど。めちゃくちゃうまい。ここやん、え、これ餃子、餃子って何やったの。ママやニラだけ、玉ねぎと、いや、ニラとミンチ、ね、ニラだけ、ニラとミンチ、生卵、それ生卵、うん、生卵。え、この中に天卵、そう、柔らかいや、生卵がいっぱい入ったや、生卵、あ、そうそう、いや、それ生卵や、まとめてんねや、それや、それいっぱい入るよ、それ柔らかい中もろ。ママ、あ、生卵俺ら知ってる。生卵ってこういうもんですけど。いいですよ、知ってる、いいですよ。みんなね、たぶん中国ね、山たぶんさっき焼き、あとどんどんどん中入ったら、それ美味しくないね。美味しくない、卵焼くよ、ちょっと硬い中入ったら全然味ないや。そう、それ生一緒にやっとったね、豚麺一緒にやったら、あと作って美味しいや。どこに卵感あります。今ほとんど何も聞こえてなかった。卵の気配ゼロでした。どこに入ってんの。お前分かってないな、これ実はお前大阪王将もやってんねんて。え、卵、実は大阪王将も内緒で生卵入れてんの。ほんまですか。ほんまや、ほい、ほんま、ほんまや、行こうか。ほんまっすか。ほんまや、でもね、僕ほんま、ケンコバさんどれが嘘で、どれがほんまか分からないですよ。大阪王将スペース餃子スペース生卵へ検索してみろ、お前。まあ、こんばんは。僕だってケンコバさんに、コロナ入ってからね、あんまり、行かせてもらえなくなったんですけど、その前まで、周平魂、ツートラブの周平魂と3人で定期的に行かせてもらって、俺が大阪来た時ね、飯つけてくれて、ほんで飲み終わり、ケンコバさんを送り届けるわけですよ。送り届けて、そこから周平と2人で、うん、あと1軒だけ行くんですよ、うん、そこで今日一日ケンコバさんが喋った話、うんうん、どれが嘘でどれがほんまかって2人でほんまに真剣に話し合うって、でも結局わからんまま終わるって、うん、まあ早すぎたマチューラピンク言われたらな。アーリーマチューラピンクって言われたらな。どうする、餃子もう一回頼む。全然いきます。え、何食べはったんですか今のとこ。俺ママへ来た時ね、ママの焼きそばと餃子と、それこそ麻婆豆腐と、あと砂ずり煮込み。ママ麻婆豆腐以外何食べたらうまい。何頼んだい。何頼んだ。麻婆豆腐以外やった。まあ、焼き飯食べた。焼きそば食べた。焼き飯食べた。あ、じゃあ焼き飯食べた。焼き飯美味しい、こっち。うん、食べじゃん。あ、じゃあ焼き飯。キムチ焼き飯、普通焼き飯、どっちも美味しい。あ、じゃあそれ1個ずつ。2つやるな、うん、いいな、うん、はい、めんどくさい。なんか今のママの微妙な一瞬の間、めんどくさかったと思った。、うん、前一人も醤油ずっとあったね。それは何で、結局食欲がうまい。いや違うよ。
早っ。あ、すごい。麻婆豆腐の調理時間こんなもんやで、うん、2回目ですか。ああ、その常連やったらこんだけ喋ってくれてもいいんですけど、その2回目なんで。しかも仕事で。うまっ。ハイボールと。ハイボール。ハイボール。ハイボール。うまっ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 。しっとりやけどパラパラや。な。え、なんで？相反するもの、はい、スピードあってこその IH の前には一生作られへん。いくらお前がそのロザンに反抗してるか知らんけど、ガスなんか絶対使うかい。ないっすよ、ロザンに弓引いて早なんねえや。なんないっす、ロザンさんが嫌いやから大阪が使わんとかそんなんないっすよ。普通のチャーハン、うわー、また色違う、普通のチャーハンと、普通チャーハン、でまさかのキムチから出てくるんですか。こういう時普通のチャーハンから出てくるけど、まあまあね、色味も全然ちゃう。ラーメン、ハイボールとラーメン、はい、ロータンしか食われへんの本来。ガースのな。何で？どういう味？え、これ何これ？な、これ醤油。え、醤油ですか？うん、え、なんでこんな色なの？ほんで、醤油で。チンタオ、チンタオ。はい。はい。あ、ありがとうございます。まあまあ、チンタオビール3つ。ありがとうございます。うんま。塩かな。見逃してたな、正直作る工程。はいはい、な、何味付けてるのって言うの。そんな感じや。やっぱりね、塩ないと。いやいやいや、言うからこのお店潰れたや。なんなんこれ。な、はい、これ柔らかい味。え、鍋さん食べた。あ、まだこっち。あ、これ食べてほしい、それ食べて。これ何、ほんまにどういうこと。これはね、キムチの味やから。でも、はい、そんなにキムチ味じゃないから。そうそうそう。これさん何作るんですか、家で。何でも。え、和洋中。和洋中。へぇ、和が一番少ないから、やっぱ時間かかるから。僕でも一番最初、ひじきだけ作ってたんですよ。ひじきの煮物だけ。母親の作るひじきが大好きで、で、あ、これおかん死んだら食べられへんくなるな。ほんなら、いや、お前死がや。そうです。それひじきちゃうやろ、そのお前。あ、なんか青子かなんかやろ。ビアコの。いや、ひじきっすよ。スーパー行ったら売ってますって。うんやろ。めちゃめちゃ滋賀県でひじき入手。いや、ひ、行ってますって、余裕で。めちゃめちゃひじきっす。ひじき、ひじきっす。ひじきの煮物を作れるようになっとこうと思って、ひじきまずハマるんですよ、うん、で、まあ、ひじき作れるようになったら、うん、まあ、なんとなく煮物全体的にいけるようになるんで、うん、みりん、醤油、砂糖、塩。2人2人いけるかな。俺が冷たいいけるか。かっこいい。麻婆豆腐、はい。で、どの段階でも麻婆豆腐いくかい。でもね、腹いっぱいになりすぎるとなんかね、だからぼやっとしそうなんで、もう行ってもいい気持ちはあるんですけど、うん、皆さん任せる。もうこうなったら俺も なして帰ってもいいぐらい。いや、それ一回食べてるんだ。もうでも上回ることはもう半分ちょっとスーパーリーチ入ってるやろ。やばいって、ほんまにスーパーリーチやろ。確定リーチ。お客さんの2品抱えてるからタイミング見ろよ。
もう一切こっち喋ってくれなくなりましたもんね。人道が来て喋ってくれやん。ママのいいタイミング見てお前がどう麻婆豆腐をオーダーするか見させてもらうよ。あの忙しそうな無理ちゃいます。ワンオペ俺が世に聞くワンオペしばらく顔見てないですね。ところでマキちゃんってまだかっこいいかっこいいって言われてるやん。はい、もう俺